あ、どうもあ、どうも世界チャンピオンですどうもあ、どうもどうしい。う、っと、ましい。どうも世界チャンピオンですまあまあまあ。そうやな。どうも。どうも、そう。世界チャンピオンです。どうもなんだよその、偶然、偶然ばったり道であったみたいな。まあ世界チャンまずは。あ、どうもどうも。ね、今、松永さんと今、スタジオ内でフェイスタイム、パソコンで繋いでますけど、松永さん、まずは、ね、優勝、おめでとうございます。世界チャンおめでとうございます。松永さん。ありがとうございます。すごい。 あのさ、どうやら俺が世界一らしいです。いや、どうやら、どうやらどころか、ちゃんと乗ったんでしょある。はい。ある。落ち着いて聞てほしいんだけど、世界一だけど、俺は何も変わってないのよ。何やねん。みんなには、これまで通り変わらず接してほしいと思ってる。え、ちょっと、ちょっと待って。みんなビビってるな。確かにビビってるな。ビビってるけど大丈夫。俺は変わってない。DJ の松永は DJ の松永のままだよ。 ちょっと世界一の態度なってるやん。大丈夫だからね。これ俺はどこにも行けないよ。あ、あと、あと、俺出会った時、ベン臭くないから。嘘なんか。あの、あの、正面臭いガキって大体、比喩で使うから。すごい。いや、いや、あの、物理で臭かった。物理。あの、吸えた匂いがしたよ。古本屋が。そんなわけねえだろ。吸えた匂いがプーンとしてたよ。便所あの、ベンは便所でしてくるんだよ。 乾いた匂いしてたよ。え、でも、<laughs> どうやったんですか大会どうでした実際。大会はね、うん、いや、でも、今思い返しても、うん、なんか本当に現実世界とは思えないほど、うん、なんかもうドタバタしすぎて、めちゃめちゃ刺激的な一日でしたよ、やっぱり当日は。え、じゃあ結構もう楽しめたいやー、楽しめたのかな多分、あれを、うん、多分すごく楽しみだったんだと思う。 なんか、俺もその、なんかやっぱ、うん。なんていうんですか、その、実際バトルの動画とかのを見たんですけど、生き生きしてましたよ、うん、むちゃくちゃ。あ、そうでしょ。生き生きしてて、しかもなんか、身振り手振りもなんか、むちゃくちゃ大きかって、なんかやっぱ、すごい、キレッキレだったでしょ。キレキレやった。もう、いやしい、あ、楽しんでんなって感じして、そ相手あえて煽る、なんか動きとかも。やっぱり、なんかあの、外国人の人、それこそ日本、海外の人たちみんなリアクションがいいんだよね。こっちがやれば、思いっきりやれば。はい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 。 俺それこそ本番前練習室みたいなのがあってうん、うん、そこで各国の代表とかもいるんだけどはい、はい、その中で一人で黙々と練習したのよ、うん、練習してバーってイヤホンを取っ,ってフーってなったら、うん、フランス人の審査員みたいで。はいはい 1 9 0センチぐらいで、って、もう、入れ墨、ばーって吐いた、大男みたいなやつが、超硬いのに、うん、やつがめちゃ俺のとこ近づいてきて、エクセレントって言って、<laughs> <laughs> ま,まあ、俺の動きだけで、お前マジやばいな、みたいな。あ、そっか、音は聞こえてないか、あっちの人は。もう、動きだけ見て。そう,そう、い<て>そイヤホンでやってるから、<ー>その動きだけで、お前マジでお前すごいな、お前やばいな、みたいな。写真撮ってくれ、っつって。おお、すげえ。で、2人でインカメでばーって写真撮って、うん で、本番始まったのよ。で、本番、日本って強いから、あの、シードなんだよね。はい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 。そう、だから、俺ら2回戦目から俺は出場したんだけど、で、1回戦目で勝ち上がってきた、あの、ギリシャ代表のピトスってやつと1回戦目当たったんだけど、俺の初心2回戦目か。最初当たったんだけど、で、審査員にさ、あの、イギリスのミスタースイッチっていう DJ がいたの、審査員に。はいはいはい。で、そいつ、 世界4回優勝してるイギリスのもうレジェンドなのよ。うん、超レジェンドで,、うん、で、そいつがいるからもうちょっとテンション上がって、うん、で結構もうあおる、テンション上がってバーってあおるあおるみたいなことやったらもう超反応が良くてさ、<ー>ウスタースッチが俺に超テンション上がってんの。うん、おあいつやべえぜみたいな感じになって、で観客爆湧きみたいな感じになってて、うん、だって俺、誰も俺のこと知らないわけよ。うん、知らない奴がもう前情報ないやつが急に出てきてバチンとかましたからもうす 誰だ,誰だあいつみたいな感じになって、もう会場超湧いてて。気持ちいいな。ミッサスイッチも<れ>。やべえ、こいつ誰だ、やべえ、ジャパンや,ジャパンやばいみたいな感じになって。<ー>で、フランスのさっきの審査員の<あ>エクセレントって言ってた110センチのフランス人のやつも、こっちはこっちはやべえぜってなって、うん、で、1回戦目終わったらそいつ俺のとこ寄ってきて、うん、いや、お前やっぱりマジやばいなんつって、もう練習してみたら間違いなかったお前はマジでやばいみたいな感じで<ー>今日打ちかましてくれみたいな感じになって。で、2回戦目もまた時間経って、うん あのステージ上がったら相手がね、うん、アメリカ人のえー、っとアズワンっていう DJ だったはい,はい,はい,、はい。であ事前に主張する DJ なんとなく把握しといて、うん、でいろんな人に話聞いて敵がいるとしたら誰みたいな感じで言ったら、うん、まああの去年のディフェンディングチャンピオンニュージーランドのケースウィズはもう当たり前に超強い、うん、から、まあ、そいつを倒さないと優勝できない、うん、でもう一人はアメリカ人のアズワンおっと結構ベテランの DJ で。うん で、昔から DMC でも出てるやつで、うん、で、アズワン多分、アズワンも当たるから、やっぱりそいつ勝てないようにしないとね、みたいな感じに前から言ってて。で、2回戦目でアズワンに当たったんだけども、うん、で、二回、俺2回戦目がむちゃむちゃ調子よくって、ルーティンめちゃめちゃ完璧に決めたの。うん、切れてたね、2回戦目。と決勝よりかなり良くって、うん、2>, 2回戦目でアズワンも強敵だったんだけども、うん、ほぼフルスコアで勝って。うん、い。 超かま、でも、客爆脇。きぶちかましで、2本目でミシーエリアトの曲やったんだけど、さネタでやった。あれ結構自信のネタだったから、もうあれでもミスターついッチ爆きみたいな。ギューみたいな感じ。で、それで2回戦目勝って袖戻ってったら、またフランス人のさ、さっきのシンセンスやってた。エクセレントな。もう、お前マジやばいんですよ。お前なんか、Today for you, for you today みたいな、なんか、今日はお前の日だ、今日はお前の日だって5回ぐらい言われて。 もう安心しよお前、今日はお前みた安心で、今日お前今日お前超言われて。で、それでつい決勝戦。で、やっぱり予想通り、決勝に上がってきたのは、ニュージーランドの k ス w i ズね。来たか、k ス w i ズな。そう。あの、ジャパンの時も思ったけど、やっぱりディフェンディングチャンピオン出てこないでほしいと思うじゃん。うん。思うな。その、俊ケもさ、出てこなきゃさ、もうちろん楽に勝ってたのに、俊ケで、うわ出てくるんかと思って、まあ、なんとか勝てて、で、ワールド行って、で、k ス w i ズも、 あの、ジャパンに審査員に来てたのよ。はいはいはい。はいってことは今年出ないんだろうなと思ってて、俺は。うんだし、ケイスウィズに俺のルーティン全部見られてるから。そうやな、見られてんの、手の内を。そうそう。なんか、怖いのは、同じネタで返されること、同じ曲でルーティン返されること、同ネタ返しみたいなことされたら多分会場爆発するから、それでやられたら怖いなと思ってて、でもやっぱり出るんかと思って、ケイス i f t で、決勝案の定、ケイスウィズもほぼ古スカみたいな感じで決勝に上がってきててて。 で、で、俺、決勝の1本目のルーティン、うん、むちゃくちゃミスっちゃったのよ。あ<ー>結構決勝2本はさ、あの、うん、一番自信のある、その係数値に当てる、一番自信のある2本みたいな用意したんだけども、うん、決勝目の1本目が練習でもなかったようなミスをがっつり、うん、何それみたいなミスしちゃって。うわ、魔物や。やうわ、これや と思って、うん、であっちがルーティン披露してる間結構挑発したりするんだけど俺も、うん、もうその時だけもう考えちゃってうわやめやめやめと思ってすごいウロウロしてでも2本目冷静になって2本目で取り戻さないとなと思って、うん、慌てちゃだめだから2本目ちゃんと完璧に披露することがまず優先されるから、うん、それだけに集中しようと思ってで2本目になったら 2>,、うん、2本目結構完璧に決まったのよ、うん、俺が一番自信のあるその、はい、カムダウンって曲のネタでを思いっきりバーってかまして、うん、で最後 あの、エミネムルーザーセリフの最後のセリフで締めるみたいだったんんそうそうバンでバって終わったかに札を上げるわけよでケースウィズが1位俺が2位みたいな感じでじゃあ今からジャッジ入りますみたいな審査員札あ上げてくださいみたいなバンってなってもう表がめちゃめちゃ割れてさえでも俺パッと見目視して分かんないのえどっち勝ったんだろう2と1どっちが多いんだろうと思ってはははいいいですげえ俺もバーって見てあこれ 6号で俺勝ってるわ。おーい。いったなと思って。で、そのね、司会のやつも、うもすげー時間かけてどっちが勝ったか。で、相談して、あっ、これ数え終わったと。司会のやつも。で、司会のやつが、DMC DJ World Championship 2019。チャンピオンはで、俺前、ちょっと前に出て。うも俺呼ばれて分かってるから。分かってるから。ポンって腕にピースあげたのピース。ピースあげた。2番の、ペンってピースあげたら。優勝は DJ! 中村中村中村って誰誰えいつの間にえ、ちょ、K スイーと。え、待って、第3者誰え、待って、三つの思い出来たよ。うん、三人で戦ってたっけええ、ジャパンからもう一人来てた中村中村、中村が優勝してた日本実は。え、中村、中村、え、松田、中村中村ってなって、ちょっと時間空いたら、お、ん、松永ってそこもっと大きいこと言えん。 そこ天の声一番小さかった。天え、じゃあ、あ、え、まぁでも割れて優勝したやん。優勝したやったってなって。じゃ、その、あれちゃん、もうその、エクセレントの、松永さん大好きな。いや、本当よ。で、その上でさ、その、いろんな媒体のさ、もう写真撮影そのままでバーって行われて、結構な長時間めちゃめちゃパシャパシャ撮ったんだけども、うわぁ、やってよかったと思って、袖戻ってったら、その先ほどさっき言ったあの、フランス人のやつが、泣きながら俺のとこ来てさ。うわ、最高や。 やっぱその練習室で見てた、お前のプレイ、全然音聞こえてたよ、俺にはみ、うん、うん、たにはみたいな。ああ、もう見えてたのマジやばでも今日、今日お前の日やっていうのはもう、練習室で見た最初の日からも優勝誰か分かってたぐらいのフランス分かってた。うん、お前マジよで、そいつ泣いてて、俺にハグしてきて。うんうん、で、多分、なんか宗教的な違いが分かんないけど、めちゃめちゃ俺に、 おでこにキスしてきたりとか、うん、手合わせてきたりとか、うかおでこ同士でパーンってぶつかって、もうチュッチュッチュッチ,ュッチュッ俺のほっぺたにキスしたりとかして、泣きながら、神お前に手合わせって、神様に見えたんちゃうだから、DJ の神様がここに。DJ の神になった。そう、フランスの影響ば俺は DJ の神なの で、その後、もう、楽屋うろついてたら、もう、全員会う人会う人、コンプラチレーション、コンプラチュレーション、みたいな感じで。いろんな各国の代表が、もう、コンプラチュレーション、コンプラチレーション。で、フランス人のやつも、もう一回、先生が会うために、もう、ハグしててさ、お前、本当今日よかったらやばかったら、俺は分かってた、みたいな感じになって。で、一日が終わって、で、イベント終わって、で、ホテルの人に戻っていったのよ。で、あの、DJ 中村のところがさ、俺、めちゃめちゃさ、あの、どうしても、あの、頭から離れなくて、あの、部分の動画を冷静に見ようと思って。 結果発表のしゅ、した瞬間をさ、うん、なんかあの、ついたとかに上げてる人がいたからさ、それ見たのよ。うん、で、DJ、うん、で、その、審査員のジャッジ札上げる瞬間の動画もさ、うん、長めに回してたから全部見たらさ、うん、そのフラッシュ D の DJ よく見たらさ、うん、K スイーズに札上げてたのよ。 お前、ややお前どういう気持ちでったんだよ。日々やか負けんなお前。<laughs> 俺が、ってことはお前、俺負けたと思ってんだろ。<laughs> 俺が、ケー,ーより劣ってたと思ってだ俺の日じゃねえじゃねえか。俺、こが俺の、俺 <laughs> ケースいエクセレントじゃん。そいつんなん俺の日じゃないじゃん。んなんすよ。<何> え、なんだ俺、なんだ ?2 番の神ってあんの ?2 番の神ってあんのなんか、ま、あれかな申し訳なさから、その、拝んだりしたんかな抱きついたりとか。ごめんな、みたいな。え、なんかさ、あの、謝罪のお手合わせだったのかなそう、それやったと思う。ごめんね、やったんだと思うよ、フランス。びっくりした。俺、あいつに負けたと思われてたんだ思ってびっくりした。あこのあ涙なんだあれ。すごいな。あ、メール、メール来てますよ、松永さん。あ、嘘メール来てます。えっと、え、ラジオネーム、パピー。松永さん。 世界一おめでとうございます。凄す,すぎて、凄す,すぎて、おちんちんがチーズのように溶けて、うん、パンツの中で収集がつかなくなりました。リスナーの一人のちんちんがとろけてしまった中、朗報もあります。あの、ヒップホップの偉大なる父、ジブラさんがツイッターで、うん、松永偉い来年までは俺のことをいくらいじっても許すと、 これまでの仮を握り込むタイプのオナニーをしているジブラは、陰もちんも硬い、ジブジブパニックなどが全て許されました。<laughs> クリーピーナッツさんどうしますかこれ真に受けますかっていうね、メールが来ましたよ。いや、アルさん。はい。これね、ジブさんに試されてるね。<laughs> <laughs> いや、ほ、ねうんとよ。いや、怖いよ。これを真に受けて、うん、無限にやったらもう多分締められちゃう。ほんまに締まかれる可能性ある。<laughs> いや、ほんとに、締められてる。しかも、あと、やっぱり、来年以降はダメなんだね、えそうそう、あの、今年だけ。今年だけは、え、多分、多めに見たるぐらいの感じやからね。あ、ほんとにそうそうそう、多分。やっぱり、基本やっちゃいけないことだから。そう、だから、これは、裏のメッセージは、今年は許すってことは、2020年はやめてくんねーっていうメッセージですから、自分来年はその、オリンピックも来るから、外国の奴らに、 俺たち舐められっから2020はやめてくんねっていうことやから、ジブさんあるある。別に、R はジブさんから許されてないの。あ、やばいやばい、ほんまや。ほんまや。お前だけやったほんまやばい。許されてるの俺だからやめてくんね。散財じってるやん、もう。いや、でも、あでも松永さんこれ間に合ったんじゃないんですか日本帰ってくるの。なんでまだロンドンおるんですかいやね。どういうこと それね確かに間に合った。いやねどういうことそれね確かに間に合ったよ。今ロンドンこれホテル今ホテルですね。今何時ぐらいの確かにあるじゃん。そっち何時ぐらい今夜の、夜の7時20分。7時20分。ああ、そんぐらいで。そう。いや、そう、間に合ったんじゃないのいや、確かにねえ、間に合った。うん。間に合った。ただこれ、理、理由があるの、朝。何理由があるの。うん。気どし これは、オールナイト日本のために、俺はロンドンに行ったわけ、今回は。えこれのために、勘違いしない。勘違いしないだろうし、遊びで残ったわけじゃないから。ほんまにロンドンに来たら、この番組のためにやらなきゃいけないことがあるんだよ。え何何やろよく聞いてくれ、アルさん。あの、俺、今回、ロンドンで、エドシーラン探そうと思ってます。何言ってんのお前何言ってんのアルさん。えど、えアルさん。イギリスといえばですよ。 この番組にもコーナーなってますよね。曲がってんな。この番組の象徴的人物だよね、もはや。エドシーラン。シーラン。あそうやな。だから、せっかく、この、イギリス・ロンドンに来てるということは、エドシーランを探して、インタビューしようと思ってる。何言ってんの、お前。で、みんなも声聞きたいっしょ。エドの。まあまあまあ、そうやけど。まあ、声は聞きたいよ。でも。肉声、生の声。録音物ばっかりじゃん、みんな。いや、そうよ。いや、聞きたいけど、その、え、お前、エドシーランが居場所知ってんの そんな簡単に言ううん。あ、知らないのよ。いや、ほらな。いや、だから当たり前、イギリス行ったからって、エドシーラン会えるわけじゃない。東京来たからって、東京来たからって、メッシュル会える、サザンオールサーズ会える、ビーズに会える。そんなわけないやそう道端に転がってないよ、エドは。何言ってんのいや、ある。普通そうじゃん。普通そうじゃん。うん。そうよ。でも今の俺、できないことなんもないと思ってんだよ。やばやばマジで。もうゾーン入ってるか。いや、もう、 なんかもう、俺今、全部できると思ってる万能の神、神状態。うじゃあ、アルさん。よく考えて世界チャンピオンよ。まあ、そうやな。世界チャンピオン。もう、江戸から寄ってくるって。エドから。ああ、DJ、負け待つな。江戸舐めんなって。江戸な舐めんなよ。さあ、アルさん。期待してほしいの、今日は。今日は、 DJ 松永、うん、ロンドンでエドシーランを探すスペシャル今、今、今、シェイプオブユー、今、松永さんが、その、探すスペシャルって言った瞬間に、おわおわってかかってるから、今、シェイプオブユーが。ああ、うれ、嬉しいじゃないの。嬉しいやっぱりこうやってロンドンと日本との連携取ってるから。ああ、素晴らしいね。って、ね、ことは、うん、ロンドンからは以上です。<laughs> スタジオに行ったおものします。ははははは。な、なんなん この中継いやあいつはあれやろ絶対遊んでるだけやんな絶対遊びたいだけでしょロンドンに長く滞在して初めて海外行くからテンション上がってもうちょっと滞在して遊んでから帰ろうっていうやつでしょねえまあでも果たしてエドシーラン見つかるんでしょうかっていうねいや無理でしょ普通に考えて今日はこういうスタイルでやっていくんですかその,その中継ありで俺はスタジオで一人でというねじゃあ今週も始めていきましょうクリーピーナッツの「オールナイトニッポン ZERO」